その分だけ知らぬ以外全体に拡散したという。これは約20年前、水俣病発生当時の記録フィルムである。ทุกทนชีวิตผู้คนเดือดร้อนร้าวแรงไรเอื้ออาทรไรทางไรพรพ้นภัยรุกรุมเรารุนแรงสินค้าสุดแพงสุดร้ายสงครามขัดเคืองมิกายภัยพิบัติมากมายสัตว์พังสุดทุกข์สุดท้อสุดทางสุดเคว้งสุดคว้างสุดหวังถึงคราวเสียสละสานพลังทลายร้ายกักขังชีพชนนักสู้นักสร้างสุดแท้อย่าพ่ายอย่าแพ้อย่าสับสนรวมพลังดับทุกข์ในตนโทมช่วยของชนผู้ลำเข็นเพียงใดใจสู้ไม่ท้อไม่หดหู่สู้ทุกเข็ญทุ่มกายเทใจไว้เป็นคุณค่าดีเด่นในคนสุดสูงสุดสุดสุดล้ำสุดเลิศสุดค่าสุดดีสุดใช้ในชีวาสุดดินสุดฟ้าสุดคนこの子供は胎児性水俣病と疑われている。早産だったの？しかし脳性小児麻痺と区別できないとして認定審査会で保留され救済されていないケースの一人である。原田氏は親の生活歴、職業、その地域の食生活、つまり妊娠前後に魚をどのくらい食べたか、その疫学的データを記録する。国鉄かなんかでしょ。いや郵便局だったですね。患者多発地帯に生まれ育ったこのような子どもたちをどう診断するか、既成の医学の理論では解決できないでいる。だがこのような例は多く、母親は妊娠のたびに不安を抱き続けているのが現状である。社長、私はどうなってもいいんです。子供ですよ。私たちは子供だけ、何ももう頼るものね。でも子供だけを生きがいにしてるんですよ。それもあなたは殺そうと言ってるじゃありませんか。それで言ってそんな人間と、あなたは人間ですか。人間だったら正義があったら本当に答えなさい。あなたに本当の人間の気持ちがあったら答えなさい。俺がね、昭和45年、44年のね、10月からね、
患者の家庭を回った。その時に三十何名ね、認定申請を頼まれた私に。ね、その時にね、約半数は断った。金が欲しいとか見苦しいとか言って、その中にね、ね、新認定患者としてね、時期的にね、ずれた人がおる、たくさん。たまたまその時にね、認定されたのはね、知っといたろ。田中、ね、あの、岩坂正樹さんの奥さんとか、松永正さんとか、ね、この前亡くなった淵山正さん、ね、な。患者の恨みに満ちた歳月が、一気にここで吹き出している。浜田知事さんとか、松本留さんとか。患者は死者を弔うにも一体誰に殺されたのか、怒りのやり場のない時期が15年も続いた。政府が言明した後も窒素は依然として責任を認めなかった。患者とその肉親たちは自ら病苦に鞭打って裁判にデモに立ち上がらなければならなかった。目が見えないんですよ、これ。この人は、あの、漁師の子供さんでね、あの、松田さんって言うんですけど、ここにこの子供4年生まれでね、これはお母さんが苦労してね、この人一人ずーっと見とったもんですからね、原因物質がなかなかつかめないもんだから、もうそれがもう非常に悩みでしたね。この足のもつれや体のバランスが取れないなどの症状がこの病気の特徴であった。患者は工場の病院に診察を受けた。この水俣病の発見者細川はじめ氏はこの奇病の特徴として視野狭窄、運動失調、痙攣、あるいは言葉をしゃべる能力を失っていることなどを記録した。患者の多くは漁師であった。医師たちは魚に疑いを持ったが、何によって汚染されているかは分からなかった。昭和48年3月、一つの裁判が終わった。患者グループは、窒素を相手に死者、患者、その家族に対する慰謝料を求めて約4年にわたって法廷で戦った。その判決は初めて窒素を加害者と法的に決め、患者への慰謝料を命じた。この判決によって患者たちは初めて対等に会社と話すきっかけをつかんだのである。水俣から患者たちは東京の窒素本社に向かった。彼らの携えた要求は簡単なものであった。それは直に窒素がその責任を文書をもって認めること、そして患者の生活と医療について患者が生きている間確実に保障すること、この2点であった。いうような痙攣ですね。痙攣がこの人はしばしば起こるわけですよね。今でもですか？今でも来ます。ちょっと興奮状態になってくると起こるわけですね。まあ全く知らない人が現れるとか、あるいはこの人が興奮する時に起こってくるわけですね。非常にこの人はああいうようなこう、なんて言いますかね、手の震えが強いですね。この人こういう場合はあのどこが最も強く障害されているのか。有機水銀は脳を侵す。特に選んで視覚、聴覚、運動神経などの中枢を侵し、言葉を奪い、手足の感覚を失わせる。有機水銀は人間的な能力、つまり人間としての機能を奪い尽くす。こんな症状があったから衰退がやろう。
そうですね、じゃないかというです、ね、うん、考え方になったわけですね。考えも出たわけです、これはこの人の病状がね、ああこれは浜本総八さんですね。これまた会うの入院時の状態ですね。まだこういう状態ですけどもね、なんか一夜にしてあの体の自由が効かなくなった。発病するときね、これ初めはこんな状態だったですけどね、間もなく今から寝てくるようにこの方はもう動けなくなったですからね、あれは運動失調の非常に極端な状態ですね。水を自分で飲めないわけですから、これはもう意識がないですね。もう亡くなられる直前でしょう、おそらく。発病して50日目に彼は死んだ。31年の8月ぐらいが、こういう人たちが水俣のあの非病院ね、伝染病棟に収容されておりましてね、ほとんどの人がこんな状態でしたね。びっくりしました。それは本当にもう暑い、もうものすごく暑い病室の中でのたうち回って、こうベッドから落ちたりして手足を怪我しましてね。この方はなんか入院をなさらなかったわけですけどね、あとで2年ぐらい経ってから行った時の状態がこういう状態でしたね。非常にびっくりしました。もう普通で見られないね、病状ですね、これは、右手はああいうふうにいつも動いておりますね。腰から下はああいうふうなこう屈曲強直状態ですね。これは非常に栄養も衰えておりますね、これは。剥がしてください、お願いしますと言ってるんですよ。わからないんですか、これだけってお願いするのが。なあ、水俣病院に完全に水俣の会社にありました。水俣の会社が水俣病院を浄化させました。悪うございましたし、とっとけ、とってみんですか。海の汚れや会社もよか、患者もひとまだ全水俣病の被害者となった漁民は、一方その漁業をも奪われることになった。窒素が原因は工場ではないと否定し続ける中で、彼らは汚される海を見つめてきた。そして焦点を窒素に当てて攻撃を繰り返した。昭和34年、3000人の漁民が工場に対策を迫った。同じ時期、工場の津田先生がおやりの歌なんですけども、ここにまず藻類ですね、プランクトンですよ、あります、でこれを結局その草食性の昆虫がこれ食べるわけですね。でこの草食性昆虫をこの食虫性の昆虫ってやつが食べるわけです。でこれをまた食べる魚があると、でその魚をまた食べる魚があると、まあ、こういうそのより小さな生物をより大きなものがだんだん順次食っていくと、ちょうど鎖の輪のようにこれつながってるんで。ともすればこの人々は忘れられがちである。まして今、不知火海沿岸に生まれ診断もされずにいる同じような症状の子どもたちのことは、医学の霧の彼方に放置されている。いただきます。しなさい、みっちゃんです。はい、いただきます、みっちゃんで。この子たちは生き存在することだけで公害を生んだ現代の文明と社会を問うているのである。伝染病棟に収容されておりましてね、ほとんどの人がこんな状態でしたね。びっくりしました。それは本当にもう暑い、もうものすごく暑い病室の中でのたうち回って、こうベッドから落ちたりして手足を怪我しましてね。それから覚えてるのは松田文さんですね。この方が最初の方で、こう悲惨な状態ですね。痩せてね、点検反則という状態ですね、あれは。当時はまあ割合にあの外に表したがらなかったが、どちらかといえばまあ隠すようなね傾向がありましてね、これを収容するにしましても
経済的にもね、そういうものをどこが受け持ってやるかというところが全くなかったわけですね、この時代は。この方はなんか入院をなさらなかったわけですけどね、あとで2年ぐらい経ってから行った時の状態がこういう状態でしたね。非常にびっくりしました。もうちょっとやっぱりこう普通で見られないね、病状ですね、これは。右手はああいうふうにいつも覚えておりますね。腰から下はああいうふうなこう極強直状。環境汚染はそっくりそのまま水俣に残されているからだ。しかし同時に水俣の人々の体験と歴史もまた私たちに残されているのだ。